5日木曜日、一神殿中野の私立三重短期大学で、平成26年度津市消防団学生機能別団員辞令交付式が行われました。津市消防団学生機能別団員は、若い世代に災害への備えや対処の意識を高めてもらうことを目的に設立され、災害時には学生として可能な避難所での活動を行います。この日の辞令交付式は、津市消防団松島昇団長から一人一人に辞令が交付され、新団員らは名前を呼ばれると大きな声で返事をし、辞令を受け取っていました。学生機能別団員は、私立三重短期大学で平成25年に第1期の募集が行われ、22名の団員が活動を行ってきましたが、この日新たに第2期の団員41名が加わり、総勢63名が学生機能別団員として活躍されます。学生機能別団員の主な活動は、各種消防講習会などにおける支援及び広報活動や、災害時における避難所での応急救護、物資配布などの支援活動を行うことで、消防団が救出・救護や消火活動に専念できるようサポートを行い、地域住民の生命・財産を守ります。辞令交付式の後、松島団長は、多くの方に応募いただき、消防団としてもとても心強く思っています。今後団員となった経験は必ず生きると思いますと訓示を行い、その後三重短期大学東福寺一郎学長が、平時有事を問わず防災に対する意識の高い学生が学内にいるということで心強く思いますと挨拶しました。新たに加わった団員らは、今後訓練礼式などを学ぶため、6月30日月曜日に三重短期大学で行われる学生機能別団員訓練に参加されるとのことです。